21日放送の TBS 系バラエティ水曜日のダウンタウン、毎週水曜あと10時では、先週放送から話題となっていた最終解説の答え合わせが行われた。冒頭からこの説が提唱され、答えは水曜日のダウンタウン終了で魔覚三王決定戦だった。プレゼンターの小籔一豊が、今日はですね、番組から大切なお知らせがございます。実は今年10周年を迎えました水曜日のダウンタウン、なんと今回で最終回でございますと宣言。動揺が広がる中、というデマをですね、芸人の間であえて流して、と説を紹介した。